沖縄手帳発行人の時間。沖縄手帳発行人の時間。この番組は沖縄手帳を発行する前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら内縄のことをもっと知りたい皆さんに沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の歳時記について語ります。はい、皆さん、こんにちは。沖縄手帳発行人の前城です。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、おはようございます。編集アシスタントの与那覇純です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1週間いかがでしたか？どうでした？僕はね、特になかったんだけど、はい、たまたま本土から来た友達と会う約束があったんだけどね、なかなか時間つかなくて、結局ホテルから飛行場まで送って、飛行場のレストランで一緒に朝飯食ったんですけど、うん、その時にいい本をいただきました、うん、今それ読んでます。これちょっと後でまた紹介しましょうね。はい、はい、私は、週末東京の方に行ってまして、はい、土日、まあ、毎年恒例なんですが東京ドームでエイサーを踊らせてもらってて、おうおう、那覇がジャイアンツ巨人のキャンプ地ということで、うん、那覇太鼓が公式応援サポーターというような団体になってまして、それで毎年この、まあ、本当は7月8日那覇の日というのが、うん、そのジャイアンツ の公式戦で那覇の日ナイトみたいな感じ のイベントを課された試合が行われてるんですけれども、うんうん、私はちょっと1週間ほど早くこの週末に、はい、向こうで踊ってきました。東京ドームのど真ん中で踊るのでなかなかできない経験ですので ね、うん、贅沢なことさせていただきました。公式なんとかってやつはなんか試合の前とかに演舞する感じの？そうです、そうです、うん、はい、どのぐらいいたんですかね、見てる方は？もうほとんど満席で、東京ドーム 2万人ぐらい、360度から、はい、すごいね、完成の中で踊って、はいはい、何人で踊ったんですか？那覇太鼓から10名で、はい、で東京にある私たちが演舞指導を行っている団体があるんですけども、そこから20名ぐらい参加していただいて、うん、はい、合計30名で、はい、踊りました。すごい、すごいですね。こんなの経験すごい、ね、誰でもはできないですね。すごいね。なるほど。私はですね、週末に沖縄と台湾東海岸の交流音楽祭っていうのがありまして、それの、映画の上映と原住民のコンサートを見たんですけど、この映画がすごく良かったです。太陽の子っていう日本で言ったらタイトルなんですけど、そうそう、あれとはまた全然別みたいなんですけど、うんうん、アミ族の、はい、原住民のアミ族のこの村、すごい田舎なんですけど、そこのこの開発とその開発によって失われていくものとかとの間でこう葛藤する村の人の姿を描いたもので、すごい良かったです。うん、もうなんかね、ちょっとどよめいてる時ありました。あまりにも沖縄と似ている風景、なんかシーンが出てきて、この稲穂の前でこの座り込みしてるところに、はい、警察の機動隊が来てショベルカーでこの工事車両を入らせまいとしてこの揉めてるシーンとかどっかで似たような感じだね。もう、はい、そのままこの沖縄とつながるものがあるなと思ったりとかね。あと言語も中国語聞いてたら、中国語を何のテーマで喋ってるかぐらいは分かるんですけど、分からない、全然分かんない部分とかもあって、うん、それは、うん、この現地の言葉喋ってるんですよね、うんうん、その世代によって言葉が違ったりとか、はいはい、あ、これも一緒だわと思ったりね。面白かったです。アミ族か、はい、
で最後放年祭のシーンで終わるんですけど、うん、もうこの放年祭がもうこういういろいろあっての放年祭なんですごい深みが違ったですね、うんうん、はい大丈夫ですか、はい、はい、こういうの見ました、うんうん、はい、では今日も沖縄を愛するくるみっちゃいしをお送りします。さてこの番組を通してまじゅん沖縄の時間を取り戻しませんか。面白いコーナーをご用意しています。ティーチ今日の小読み、ターチユキの聞きたいこと、ナイチャーのユキが今さら聞きにくい沖縄の常識を質問するコーナーです。ミーチジンの内縄口講座、ユーチ歌まい、沖縄の歌が生まれた地を巡るコーナーです。いちち、そしてメインコーナー、沖縄の人に忘れてほしくない過去の出来事について詳しく掘り下げるコーナーです。沖縄の今日の出来事です。ではぜひ56分までお付き合いください。手帳発行人の時間では皆様からのメッセージや質問リクエストをお待ちしております。ぜひご参加ください。メールアドレスはOKINAWATECHOU 沖縄手帳@gmail.com までお願いします、はい、またUstreamツイキャスで映像と音声を配信しています。各局のホームページから見ることができます。そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しています。気軽につぶやいてください。またサイマル放送もやっております。リスンラジオで聞けます。全国のラジオ局から FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。それでは沖縄手帳発行人の時間スタートです。この番組はマルマサ印刷の提供でお送りします。沖縄手帳発行人の時間。今日の小読み、はい、今日の暦をお知らせします。今日6月27日火曜日は旧暦の5月4日にあたります。十干十二支は木のと鳥、六曜が友引きです。過去30年間の、天候確率が晴れが 67%、今日の潮まりが大潮となっております。今日の満潮時刻が夜10時15分に199センチ、干潮時刻が、午後3時42分に10センチです。今日6月27日の出来事としましては、1977年の今日、伊是名村のメカル家住宅が国の重要文化財に指定されております。そして1995年の今日、これも同じく、南城市玉城の中村カリヒージャーが国の重要文化財に指定されております。そのぐらいですね今日は。はい、以上今日の小読みでした。再放送を聞きの方は今日は7月2日となっております。日曜日です。ユキの聞きたいこと。ユキの聞きたいことコーナーに参ります。このコーナーは沖縄の常識知らないものでちょっとそれを聞いて徳石さんに教えてもらおうというコーナーです。では沖縄手帳をめくりまして、今日は6月27日ですけれども、はい、まあ、あの旧暦ウルーの旧ウルー5月4日っていうことでしたけど、このウルー何のことでしょうかっていうね、ユンジチのことですけれども、はい、ユンジチっていうのは年あの何年に1回あるんでしょうかとか、うん、特別何かこの2回目の5月には何かあるのかとか、何かやっちゃいけないこととか何かありましたら教えてください。
でいいですか。いいですよ。手帳をめくってるとね、最近も出ましたけど、はい、今日が旧暦のウルー5月4日なんで、はい、まあ、ウルーとは何だろうかってことになると思うんですよね、はい、あれ徳一さん声が風ですか。そうかな。はい、先週の土曜日6月24日が旧のウルーの5月1日、はい、その前の日が旧の5月29日ですから、はい、軍月が2つあると、はい、いうことになります。あとなんで5月のとこにしわ寄せ持ってくる、なんか普通12月、1月が2回とかね。はいはいはい、うん、まあ、これまでも暦の知識みたいな形でね、ウルー月のことにはついていろいろ話をしてきたんですけど、はい、旧暦は月の満ち欠けで1ヶ月と決めますんで、だいたい1ヶ月が 29.54 日と、うん、割り切れないわけですね、はい、でそれで1ヶ月を区切って12ヶ月にしますと、1年は354日ぐらいなのかな。そうすると新暦の太陽が、地球が太陽一回りする365日よりだいたい11日ぐらい少ないわけです。それがどん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 溜まっていってずれてきまして、3年経つともうほぼ33日、1ヶ月以上ずれてしまうということで、季節とずれてくるんですね。その季節のずれを合わせるために、ウルー月というのを置いて、なるべく太陽の動きに合わせる。ちょっと言うと分かりにくいんですけど、例えば沖縄で季節を表す言葉で、旧暦の5月4日、ハーリーですね。ハーリーで、ハーリーがれがになると梅雨が明ける。という言葉はよく聞いてると思いますけど、今年はですね、ハーリーガネがなったのが5月29日なんですね。そうすると梅雨に入った間もない頃なんですよ。あるいは梅雨が明けるのが6月の半ば以降ですから、かなりずれるわけですね。季節感のずれが出てくるわけです、はい、でもそれを直さないといけないということで、ほぼ 2.7 年、3年ごとではなくて 2.7 年ごとにウルー月というのを置くということになります。それで今年はお盆がちょっと遅れるわけですね、はい、9月の3日から5日がお盆と、いうことになります、はい、これをね、このなぜ、ウルー月を入れないといけないのかというのは、この季節のずれがあまりにも乖離してしまうと農業に差し支えができるということで調整をするわけなんです。そうですよね。うん、じゃあなぜこれを5月かっていうのは、これちょっと難しい話なんですよ、うん、これは24節気っていうのがありますよね、はい、今の季節でいくと大暑、暑い、大きい暑いとか小暑とか夏至とか、はい、これ24節気といって、うん、これは太陽の動きに合わせて作られているんです、うん、ちょっと前だったら小満暴数とかのやつですね。そう、うん、例えば旧暦のちょっといいかな、5月24日ウルーのですね、はい、5月14日だな、旧暦の5月14日、はい、は7月7日ですね、うん、少々ですよね、はい、これが24節気の一つなんですよ、はい、でその次の24節気は、はい、実は旧暦の6月1日にやってくると思います。はい、大暑ですね、大、はい、新暦7月23日、はい、つまり月をまたがってるわけですね、はい、普通はこれ一つの月の中に二つの節句が入ってくるんですよ、24節句、はいはい、これが原則なんです、はい、そうですよね、一月は12ヶ月あるし、24世紀だから2回、はい、これがずれてくるとある月に24世紀の一つしか入らないという月が出てくるわけですね、はいはい、でこの月をウルー月にしようというのが大原則なんです、うん、へで計算上今年は旧暦5月今の時期にですね、一つの月に24節気が一つしか入らない、うん、だからこの日をウルー月にしようということなんですね。これ他にもいくつか原則がありますけど、はい、一番分かりやすい原則がこれなんですよ。へそうなんだ、不思議ですけどね、うんうん、で統計学的にだいたい年の前半の方に集中してくるというふうに言われています。で今業界で問題になっているのが2033年になるとこのルールが適用できない時がやってくるらしいんですよ。それは1年間の間にウルー月を2回入れないと
ルールが合わなくなると、うん、いうことになりまして、これ2033年危機というふうに言ってるだけなんですよ。それはちょっともう数学的な感じですか。そう、はい、いくつか原則があって難しいんです。これは今の、あの旧暦が江戸時代の天保15年、天保暦って言いますけど、1844年にできて以来初めての出来事らしいんです。だいたい200年近くで初めてできる出来事で、はい、これに同情対象するべきかということで、暦文化協会とか国立天文台がいろんな議論をしてまして、はい、このルールを使った方がいいんじゃないかとか、そうした場合200年後はどうなるのかとかですね、はい、そういう議論を今やっているということです。まあ、約200年ぶりに初めて出てくるということらしいんです。なんかそれはちょっとややこしすぎるから置いとくとして、この5月じゃない時ってあるんですか。あ、あります、あ、はい、4月とか3月とか、そっか、はい、たまに7月とかもあります。へ、で面白いのは沖縄でユンジチとか、はい、ステージチとみたいな、ステルツキとか、うん、はい、日なし、はい、日がない、はい、とか言われてまして、この日はなんて言いますか、仏壇とかお墓の移転にとてもいい時期だというふうに言われています。つまり、あの世にはウルウ月はないと言われていますから、うん、お墓の移転とか仏壇を新調するときは板とか三人層にいろいろ相談して細々したことを聞かないといけないんですけど、うん、それやらなくて自由にやっていいよというのがこのユンジチらしいんですね、うん、その時には、今は仏壇業者とかお墓の業者がユンジチセールっていうのをやってるんですよ、うん、この時にやりましょうということですね、うん、だから昔は本当はそのユンジチウルウ月の1ヶ月間にそれをやった方がいいよってことでしたけど、うん、まあ業界はそれじゃちょっと仕事がさばけないんで、うん、まあ、1年間いいんじゃないかと、うん、いうような形でやっています。あ、だから沖縄ではあの世にユンジチはないんで、あの世の細々したルールにこだわらとらわれないで自由にお墓とか、仏壇を作ったり新調したりできると、はい、ところが本土ではですね、うん、ほとんどのところが逆にウルウ年にはお墓は作ったらダメだというのがあるらしいです。それは不思議ですね、はい、でなぜなのかというのを見てみると、今の説明ではですね、ウルウ月っていうのはウルウ年は13ケースありますよね、はい、で江戸時代とか昔は年俸制なんで1年間の給与が決まってると、はい、収入がそういう1年収入は一定なのに13ケース分の生活用、うん、はい、出さなきゃいけないんで、うん、その時になるべく生活に必要のない支出を抑えましょうということで、うんうん、お墓を作るのをやめましょうということになったという話らしいです。でもこれややこしいんですよね。 いろいろどこか混同があります。それはなぜかというと、新暦でウルウ年と言いますよね、うんうんうん、いわゆるオリンピックやですね、2月29日があるのを新暦でウルウ年と言います。ところが旧暦でウルウ年というのはこのウルウ月がある年を指すわけですね。あ、同じ言葉でウルウ年と言っても新暦で言う場合と旧暦で言う場合では言葉が違う。あ、じゃあ厳密に言ったらウルウ日ですよね。ウルウ年って言ってるやつは、うんうん、そうそうそう、あるいは、まあ、たまたまオリンピックと重なるからオリンピックイヤーと見てるんですけど、うん、じゃあそのウルウ日がある年を何というかというとウルウ年と言ってるんですね。ちょっと紛らわしいなという感じがしますね。去年か一昨年ウルウ病あったん分かります？はいはい、ウルウ病ね、はい、1秒増やそうって言うんですね、うん、はい、これ何日にウルウ病ウルウ病を入れるかというのがなんかはっきりしないらしくて、あ、私こう放送中だったんで、うん、この1秒どうなるのかなと思って、うん、9時、8時59分30フレームの後どうなるのかなと思ってずっと時計見たけど何もならなかった。国立天文台とかああいうところでは例えば、ね、何時59分90あ59秒の次に60秒というのが入るというふうに聞いてますけど、ね、はいはいはい、それをいつやるかという決定はなんか直前にならないと決まらないような話を聞きましたね。まあ、2秒ぐらいは誰にも関係ないですけどね、この一月変わってくるということね、ユンジチはね、はい、うん、あとはウルウという漢字ですけど門の中に王様がいると書いています、はい、うんうんうん、これは、次元から言うとこの日は、多分ウルウ日なのかな、
この日には王様は宮殿の中に閉じこもって、仕事はしない、つまり祭り事はしない日だと言われていたらしいんです、うん、それから考えると、まあ、神様も出てこない、うん、月だというのはなんか分かるような気がしますね。うーん、ということで4日、今日はもう旧のウルーの5月に入ってます。で、旧暦行事はすべて普通の5月、旧暦の5月であります。で、4日のウルーの5月には神様がいませんから、神事とか旧暦行事はやらないというふうなことに沖縄ではなっているということです。なるほど、はい、わ、はい、かりました。よろしいでしょうか。はい、なんか暦捉え方の、人間の捉え方の問題のような気がするので、うん、なんかこうないことにするって言ってね、じゃあ透明みたいな、この月何やってもいいみたいな、その方が楽しいですね。まあ、家計の都合というよりはその方がね、そっちの方が多分いいんでしょうね。うん、でもこの暦っていうのはとても複雑でね、数字の計算ばっかりしたんで難しいんですね。うん、とか、まあ、余談ですけど、数年前に2012年という映画が流行ったのを覚えてますかな。マヤの暦で、マヤ暦が1サイクルが2600年ぐらいのワンサイクルで、それが終わりに来たんで、この日は地球が破滅するとか、まあ破滅しなかったわけですけどね。はい、その破滅するというテーマの映画が2012年で、まあ、結構大ヒットしたと。で、その日は何も起こらなかったと、うん、まあいいことです。はい、以上ユキの聞きたいことでした。もう一個聞きたいことをどうしましょう、うん、ちょっと CM 挟んでから、はい、はい、お願いします。はい、どうしても聞きたいみたいです時間的には別にそんな、あ、そうか、次が短いんですよね、後が。じゃあ今日はあまりテーマないから。あ、はい、メッセージいつ紹介しますか。これだね、今やります、今やります、うん、前回の話だからな、うん、なんか見せちゃいましたけど、僕コピーもあったっけ。ん、あ、渡しましたっけ。沖縄手帳箱根の時間をお送りしております。メッセージが先週放送後に届いていたんですけど、今紹介していいですか。うん、はいはい、はい、ですね、放送終了後に来てましたよ。沖縄手帳箱根の時間、名前、お名前はまつりさんですかね。でしょうね。はい、沖縄の発展のため空の、あ、ね、テーマがね、JTA だったんでね、空のインフラは必要なのかもしれません。しかし物流インフラができても内地の産業、経済界とのバランスが崩れ、儚い夢になる恐れ。現実はいろいろな方々との、あ、ちょっとコピーが切れてて、何ですか。いろいろな方々との考えで流れていくもの、地理的優位を生かして沖縄経済自立的未来へ、新興線貿易グローバル拠点の中継地になれることを願いますと来ております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、真面目に考えていただいて恐縮です。まあ、先週でしたかな、6月の何日だったっけ、20日だったっけ、はい、JTB の創立記念日だというようなお話をしたんで、日本その中でね、県民の翼を希望する声がまだあるし、それを一生懸命追いかけている人もいるという中でのお話をいただきました。うん、確かにいろんな問題があるかと思います。うん、でも国境に縛られないで沖縄を中心にした発展を目指すためには、何らかの形で、沖縄のための翼が必要になるんだろうなと思って、それでね、
あの実は6月の20日に新聞を見ていたら、はい、やっぱり JTA さんの50周年のですからそれなりの記事とか載ると思うんですけど、うん、載ってなかったんですね、はい、で以前のソウル付記念日のやつを見てみたら、あの第1回目の飛行機が飛んだのが7月の1日なんですね、はい、だから7月の1日に対外的な記念行事をやってるような感じがしますんで、 JTA さん7月の1日に50周年の何らかのメッセージが出るんじゃないかなということで、ちょっと私も期待をしています。うん、はい、以上ですか。はい、はい、まつりさん今週も聞いてくださってますかね、はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、ではあのさっきのコーナーの続きなんですけど、雪の聞きたいこと、あの今日は少し時間があるということでもう一つ聞きたいんですけど手帳の、6月今日は27でしょ、このページの、下に見ますと7月1日のところにバジルホール、イギリス海軍艦長の武器のない琉球王国の話にナポレオン驚愕、1817年の7月1日と書いてあるんですけど、はい、こんなのが7月1日にそういう話してナポレオンが驚いたっていうのが分かるんだと思ったんですよね。はい、これはどんなふうにこう琉球のことを言ったのかなっていうのが気になりました。はいはいはい、あの1817年ですね、その前の年の1816年にあのバジルホール、あのアメリカの、あ、失礼、あのイギリス海軍の艦隊の、はい、艦長なんですけど、その人が沖縄に来てます。で大琉球島訪問記、探検記っていうのを出してまして、はい、まあ、来た理由とか経過もとても面白いんですけど、うん、彼は沖縄で大歓迎されてるんですね、うん、大歓迎されて、うん、あのもうとても舞い上がってると言いますか、あのこんなに素晴らしい人たちはいないと、はい、あの文明的でかつフレンドリーであると、とても素晴らしいと、こういう人に会えて感謝すると、ここはもう地上の楽園であると、はい、というようなことを書いてるわけですね。で彼はその後沖縄に来た後で、あのいろんな冒険しながらイギリスに戻っていくんですね。その中にあの海賊船と戦ったりというような、ちょっと面白い場面もありましたけど、その当時 の英国の船長たちは遠いところに行くとその体験費を出版するというのがちょっと流行だったらしいですね。うんうんうん、でバジルホールもあの 大琉球島探検記という本を書いてそれを出版したわけです。うん、出版することを考えてたわけですね。でその時に帰る時に、これは想像ですけど、彼が肌と思ったのは、うん、途中であのセントヘレナ島に寄って、ナポレオンに会おうと、はい、でナポレオンに会ってそれを書けば多分この本売れるだろうとネタとして、うん、思ったみたいでして、はい、それで、ナポレオンに帰る途中に会いに行くんですよ。はい、それがこのバジルホールの、これはねあの朝鮮琉球航海記というふうになってますけど、その中に出てきます。うん、たまたまあの7月の1日にその数日前にその島にたどり着いて7月の1日にナポレオンに面談するんですよね。うん、でナポレオンはその時は島流しされてあのイギリス軍の監視の中で生活してますから、あんまり人に会いたがらなかったらしいんです。はい、でもですね、多分ナポレオンが彼に会った一つの要因はこのバジルホールのお父さんにナポレオンは会ったことがあるらしいんですよね。はい、でそれで歓迎をしてですね、あの会うなり、あなたのお父さんは私が会ったあの一番最初のイギリス人であるというようなことから話が始まって、あのバジルホールが あちこち探検をしてきたという話をやると、はい、非常に好意的にナポレオンも聞いてくれたらしいんです。はい、でその中で琉球という島に触れまして、そこは人々は大変平和でね、武器がないと、戦争もない国だと、はい、言ったわけですね。はい、でナポレオンはびっくりして、そんな国があるのかと、はい、大砲ぐらいはあるだろうと、いやありませんと、はい、で小銃ぐらいはあるだろうとありませんと、刀もあるだろうとありませんと言ったので、ナポレオンがそんな国が世の中にあるとは考えられないと、うん、いうことで仰天したということです。うん、まあ、そういう話がね実際にあったということで、まあ、有名なエピソードとして伝わっているということですね。うん、でこの本、このエピソードも入れて本は出版されまして、バジルホールが狙った通りあの
まあ、ベストセラーになるんですね。それでオランダ語に翻訳されて、フランス語、ドイツ語、イタリア語にも翻訳されて、うん、アメリカ大陸でも出版されて、海賊出版まで出たというぐらいで、うん、とても有名になったらしいんですね、はい、でバジルホールはこれに味を占めて、その後旅行に行くたびに探検記、航海記を書くんですけど、はい、この琉球航海記ほどは売れなかったと、うん、いうようなエピソードが出ています。はい、その時に琉球のイメージというのがヨーロッパの中では作られてきまして、うん、なんていうの、とても平和的な人たちが住む豊かで、はい、ユートピアだというのが沖縄琉球のイメージとして定着してきたというんです、ね。はい、でペルーが来たり、その後沖縄にもいろんな外人来るんですが、ほとんどがこのバジルホールの本を読んで琉球に対する期待とか幻想を持ってきたということが言われています。で実際には武器はなかったわけじゃなくて、薩摩の政策もあって、みんなその武器の取引は禁止をされて、それを集めて、外に出ないように、保管していたということで、うん、バジルホールたちが街に出ても武器を見かけることは一切なかったと、うん、で利益の方の人たちもそういう話はしなかったと、うん、でバジルホールがこれだけ琉球で非常にいい関係、友好関係を結んで、とても感動的なフレンドリーな場面がたくさん出てくるんですけど、うん、それは彼たちが琉球に対して領土的な政治的な野心を持たない訪問者だったと、うん、でそれを琉球は、まあ、分かったんですよね。それで彼たちを歓迎をして、早めに帰そうと思って宴会をやって送ったということで、とてもいい友情がそこで生まれたようです。うん、でバジルホールたちは英国に帰りまして、まあ、クリフォードという海軍士官が琉球の人たちにお礼をしないといかんということで、やっぱ勝手にそういうふうに思い込みまして、英国海軍琉球船頭士派遣協会みたいなのを作ってね、募金活動をしてお金を貯めて、宣教師を送り込んでくると、これがベッテルハイムだということになるわけです、ね。まあ、うん、そしてそれからペルーが来てというふうにずっとなっていくんですけど、琉球のイメージの元になるのはこのバジルホールのこの本なんです。ナポレオンが驚いたというのもそこに影響があるんでしょうね。なるほど。じゃあバジルホールの書いた朝鮮琉球航海記、はい、これを読めばそういうことが書いてある。はいはい、そうですね。なるほど、ぜひ読んでください。これね、僕が持ってるの古い本ですけど、新しいのも出てますんで、琉球側とのいろんなやり取りがとても人間味ある表現で出てます。でつい最近クリフォードの琉球航海記という本が出まして、この中で出てくる海軍の士官ですね、彼は語学の調査もしてるんですけど、彼の書いた本が、日記が見つかってですね、去年ぐらいから新しく出版されてますので、とても詳しくその頃のことが分かるということになります。分かりました。じゃあ以上、ゆきの聞きたいこと、はい、コーナーでした。島のくつばわしいね、くにんわしゅん、じんのうちなぐち講座、ならしとらしー。はい、中のうちなぐちや、クリアイビン、シディガフ、シディガフ聞いたことありますかね。大好きです。あ、大好きな言葉です。何だろう、シリガフ、まあまあね、内名口を代表する綺麗な言葉と言われるものの一つですけど、まあ、これは感謝の気持ちを表現する言葉っていうのは、まあ、日本語でもそうですが、内名口もたくさんあります。まあ、ニフェーデービルとか、はい、カフー指導とかありますけれども、その中でももう最上級の感謝の意を込めた言葉で、まあ、最上級というか、まあ最も上品な言い方と言った方がいいかもしれませんね。シリガフーデービルと言って、まあ、漢字ではいろいろ解釈はあるんですけれども、ここでは巣から出る花宝というふうに書いてシリガフーと読ませてます。国立国語研究所が出している沖縄語辞典というものの中では、このシリという言葉を負荷の負、変える、はい、という漢字を用いてる、っていうことを使ってますね。まあ、その孵化するの漢字だと、シディって読むのはちょっと無理があるんじゃないかということで、この漢字が当てはめられることもありますね。まあまあ意味は一緒ですから、もしかしたら
これが形のかなと思いますが、まあ、シディガフ。シディガフ、これはスディガフじゃなくてシディ。そうですね、スはシになってシディガフと、まあ、うん、最近ではあの シドゥガフとかっていう言い方もありますけれども、本来シディガフなので今日はこれで紹介します。で、画風の画風はもう家宝ですね、まあ、日本語でも家宝とありますけれども、はい、まあ、なかなか普段は使わない言葉でありますが、うんうん、それで家宝という言葉について調べたら、もともとは仏教用語のようで、うんうん、以前の行いが後になって、うんうん、あの報いとして、うんうんうん、あの返ってくるもの、はい、まあ、要はあの、まあ、仏教の中では特に前世、自分の前世の行い、うんうん、の結果として報われるものが、その喜びであり幸せでありという考え方なんでしょうけれども、だから家宝は寝て待てっていうんですね。そうですね、まさにそのことですね。まあ、まあ昔の琉球沖縄にこの前世とかっていう考え方があったかじゃわからないんですけれども、まあ、そういった意味の家宝が家風として使われてますし、理画風で、またあの面白いのがこの感謝という意味だけじゃなくて、もう一つあのおめでた、妊娠した時の表現でもシディガフというふうに使われます。あの、まあ、まあ感謝の意を込めるという意味もあるんですが、あの天からの授かった贈り物という考え方もできる言葉ということで、まあ、まあ感謝する場合はシディガフデービルで、妊娠したということを言うときにはまあシディガフ総意便とかというふうに言いますね。シディガフ総意便、もう妊娠しました、いい言葉だね。がとっても、うん、両方の意味もまた綺麗な使い方ができる言葉なので、まあ、まあ妊娠ということはまた別にあるんですけれども、これはシディガフという言葉で今日は、はい、教えておきたいと思います。じゃあもう最も感謝したい気持ちがあるときは、ニフェーデービルでもいいですが、シディガフデービルと言ったら、もうさらに気持ちがこもるかもしれませんね。じゃあ行ってみましょうか、はい、シディガフデービル、シディガフデービル、はい、以上、みんなちなぐち講座やいびーたん。タラマフツでもシディガプーって、あ、聞いたことありますね、シディガプー、シディガプーって言ってました、はい、綺麗なこと。あの、シンシー、昨日ね、全然関係ないんですけど、あの、夜、めっちゃ雷がピカピカしてたんですよ、この辺、してなかったです、あ、してましたね、那覇でも、あ、めっ超チカチカしてると思ったんですよ自分、であれチカチカなんて言うんだっけだ、ね、超チカチカだったっけ、あれなんか、まあ、雷のことはもう雷って言いますけれども、はい、もうあの ピカミカすんって、ああ、じゃあそれで超チカチカは地震の時のおまじないだしそっかそっか、今見てるものは超チカチカしてるけど、うん、これ雷だし、いやもう雷がピカピカしてるって時は雷のピカミカチって言って、うん、言います、ね、じゃあでもあれでしたよね、なんかクワのキッコアギヌシチャデービル、デービル、それが出てこなかったですぜひ次は使ってください、はい、以上です、はい、以上です、はい、じゃあ次のコーナーです。このツキャスイミヤチョン、あの歌と星のゆいどやゆる、あの身を飾りて花のもとしのでそでににみをつち戻ろうりしゃ。歌まい、はい、今週の歌まいは、はい、読谷村に歌碑がありますサトウキビ畑を紹介したいと思います、はい、このサトウキビ畑は、まあ、割と新しい歌で1967年に発表された曲なんですけれども、はい、作詞作曲が寺島直彦さんですね。でこれもう本人があの復帰前に沖縄を訪れた時に、まあまあ、ちょっとこれややこしくなるんですが、歌碑は読谷村にあるんですが、彼がこのイメージを受けたのが、マブニの丘の近くにあったサトウキビ畑の一帯を観光しているときに、このサトウキビ畑の中に入ると、この風のバーバーする、この風の音が、まるで、この地下に眠る、この戦没者たちの、まあ、悲痛の叫びのように聞こえた、ということから、
これをまたこの気持ちを歌にしたいということでこの曲が生まれるきっかけになったんですけれども、あ、じゃあ慰霊の日があったので今日はその曲選んだんですか。そうなんです、実はそうですね、うん、先週23日慰霊の日でしたけれども、でこの、彼が戦没者の悲痛の叫びに聞こえたというこの風の音というのをどう表現するかということで2年ぐらいかかって、まあ、皆さんこの歌の定番になりましたザワワという言葉にたどり着いたそうなんですね。でこの曲中にザワワという言葉が66回も繰り返されることで、もう一度聞いたら耳が離れないような言葉になってますけれども、誰が数えたんだろうでこの歌はこの寺島さんが37歳の時に完成して発表した曲になっておりまして、まあ、この平和を訴えるも代表曲ということで、もう全国的にも広まりまして、テレビドラマにもサトウキ畑というタイトルで沖縄戦をテーマにしたテレビドラマが放映されましたし、また紅白歌合戦でもこれが歌われる曲にもなりました、うん、で先ほど言いましたが彼は、まぶりの丘のサトウキビでイメージを受けたんですけれども、うん、歌碑は読谷村に設置されることになりました。それは歌詞の中でも出てきますが、はい、昔海の向こうから戦がやってきたという歌詞が出てきますが、まさにその読谷村周辺のこの海岸というのがその戦がやってきた、この米軍が上陸した地の一つであるということで、読谷村のサトウキ畑のど真ん中に作られました。これは場所が読谷村高志保にあります、はい、で可否広場と呼ばれている、そうした小さな公園というか、広場になっておりますけれども、今日は誰のザワワ、森山涼子さんの、森山涼子さん、じゃあ本家本元のじゃあサトウキ畑を聞いていただきたいと思います。サトウキビ畑をお届けしています。今週の歌舞いはサトウキビ畑を取り上げました。
縄手帳発行人の時間。沖縄手帳発行人の時間をお送りしております。お相手は、はい、発行人の前城徳七です。はい、アシスタントの与那覇仁と、あ、FM 機能案田辺幸です。それでは、FM 小座 FM 那覇でお聞きのぐすーよんゆたさるぐとメッセージもお待ちしています。アドレスは沖縄手帳 @gmail.com までお願いします。はい、では沖縄の今日の出来事のコーナーです。はい、今日の出来事は、あの、重要文化財の指定が2カ所、はい、あの、年は違うんですけどありました、はい、一つが伊是名村のメカル家の住宅、これが1977年、はい、あと一つが南城市玉城の中んだかりヒージャー、まあ、井戸ですね、うん、湧き水、これが1995年、まあ、たまたま同じ日に指定されています。だいたい文化財審議会が開かれるのがこの頃が多いようです。この頃と11月が多いようなんですね、はい、で伊是名の住宅は、あの、向こうは大年正系の発祥の地ですので、うん、松園王のおじさんの一族が、ずっと島の、まあ、掃除棟という役職についてまして、そのお屋敷が指定されたということらしいんです、はい、でメカル家の18代目の当主が2001年にその住宅を村に無償で譲渡しまして、村の重要文化財、県の重要文化財になってたんですけど、国の文化財になったということらしいんです。沖縄の由緒ある旧家の様子がよくわかるということです。はい、あと一つの中の中でヒージャーは、これはの湧き水でウフ川とも呼ばれてるんですね。で石畳の道がありまして、これ結構ね綺麗な場所なんですよ。そのすぐ近くには、あの、日本の百選、名水百選に選ばれて、まあ、有名な、あの、柿の花ヒージャーというのもすぐ近くにあります、はい、両方とも歩いていけるぐらいの距離なんですね。うーん、で、中の中にヒージャーが、重要文化財に指定されたのは、そこにある、あの、建物、建造物があるんですよね、石垣造りの小屋みたいなのがありまして、はい、それも含めて、あの、湧き水の施設が指定されたということなんですね。で百選で有名な、あの、柿の花ヒージャーにはそういうのがないんで、それは日本の名水だけということなんです。でも美味しかったですね。美味しかったです ね、うん、なかなかにヒージャーに行って、そこから歩いて、あの、柿の花ヒージャーに行くと、とても道も平坦で楽でいいらしいんですよ。で中の中でヒージャーの水も飲めるんだろうかなと思ってチェックしてみたら、はい、これは今は飲み水に使ってないそうなんです。近くに、あの、米軍基地がありまして、ゴルフ場もあるんで、はい、その関係でちょっと飲み水は危ないというらしいんですけど、はい、そこからまあ200メートルぐらい離れた柿の花ヒージャーは今でも飲み水として使われて美味しいんですよ、ね、でこんな話してると、この FM ギロワのすぐ隣に急な泉、はいはい、チュンナー川というのがありまして、はい、これも国の重要文化財、8月の10日に指定されてますんで、はい、これもちょっとそのうち一応3名で見に行かなきゃいけんなと思って、うん、予約しないといけないんですよね、はい、鍵が入ってますね、うん、事前に、あの、予約して開けてもらわないといけないらしいんで、うん、8月10日までに一応行ってみたいなと思ってます、うん、で次ですけど、沖縄のじゃあ国が指定した重要文化財というのはどのぐらいあるかというのを見てみますと、国宝は1件だけ、琉球王家の正家関係の資料集が1件、これだけしかありません、はい、で戦前はどうだったかと見ると、実は戦前は24件も国宝があったんですね、はい、旧国宝、これは全国で15位で九州では2位だったと。で建造物だけ見ると、あの、3位ぐらいだったという話も聞いた記憶がありますが、ちょっと確認されてません、うん、ただ戦前の国宝は全て戦争で破壊されてまして、いわゆる旧国宝は、あの、日本が敗戦をして新しく日本になった時に全て重要文化財に指定されるんですよ。で沖縄の旧国宝で今生き残って重要文化財に指定されているのは、あの、3件だけなんですね、うん、その批判宇多木だとか、曹源寺の石門だとか、うん、遠隔寺の宝生橋という橋、うん、この3つだけで、あとはもう全て破壊され尽くした、うん、ということらしいんです、うん、で、あの、今現在の、
文化庁が指定している重要文化財は沖縄県は39件、全国的には少ない方なんですね、建物、これ建物だけなんですけど、ところが重要文化財の中で の無形文化財、その中での芸能部を見ると僕もびっくりしたんですけど、沖縄が1位なんです。8件指定されていて、2位が東京、福岡、鹿児島がそれぞれ3件ずつと、まあ、京都ならより多いらしいんですよね。それは沖縄の歌三線とか、組踊りとか、それから琉球古典舞踊とか、そういったのが指定されているということらしいんです。だから沖縄に国立組踊り劇場があるということは、まあ、ご存知ですけど、国立劇場があるのは東京と大阪と沖縄だけなんですね、はい、それは組踊りが国の重要文化財に指定されているということから出てくるということらしいんです、うん、こんなことですかな。まあ、それでちょっと先ほど話したたまたま東京の友人と時間がなくて飛行場で落ち合って朝飯を食べながらいろいろ話をしたんですけど、その時彼から一冊本をもらったんですよ、はい、ちょっとあれ対話の行方についてという本でして、彼が持ってきたのは、彼が自慢したから後書きを見せてたんですけど、はい、彼の名前が出てくるんですね、はい、でその本を書いた方が経営コンサルタントので有名な誰々さん、この誰々さんの意見を仰いだと、この誰々さんは精神分析学者の河合隼人の門下生であると、まあ、学統を引き継いでると、学問の明かりを引き継いでるというのが書いてあるわけですね、はい、で本人はちょっと金融に強い経営コンサルなんですね、はい、だから金融について経営コンサルで沖縄にも講演会に来てるんですけど、それを言われるよりはこの河合隼人さんの文化人類学、精神分析学の学問を引き継いでると言われたことが大変嬉しかったらしくて言ってました、うん、で読んでみてですね、一つ引っかかったのが、心に残ったのが、文化というものは消えても潜ってしまうんだと、なくならないと、つまりアメリカのインディアン、ネイティブアメリカンの文化がなくなったように見えるけど、あれは潜り込んでいるんで、うん、アメリカの人たち の無意識行動の中にちゃんと埋め込まれていると、うん、と言ってたらしいですね、うん、だから沖縄の文化はまだまだ元気ですし、これはもう土地の文化として絶対になくならない、うん、深層意識の中に必ず生きているわけですね、うん、でいろんな文化財がありますけど、それはそういうふうな無意識のものを思い出させる非常に重要な役割になるだろうなと、うん、できるだけそれを保存して、それを生きているままの形で残すというのが将来に向けての我々の役割だろうなと、うん、まあ、いうことを感じた次第です、うん、希望が見えますね。あと一つエピソードがあるんだけど、はい、戦後ですね、文化財調査のために復帰したと、日本から調査団が来たんですけど、彼たちが恩納村の海を見てとっても綺麗だと感激してたらしいんですよ、はい、で地元の学芸員たちはここはとても汚くなってますよと、うん、言っても信用しなかったらしいんですね、うんうん、でその本土の学術調査団の方を北部の方に案内して、運転港のあたり氷島とかその沖縄に船に出た時に、うんうん、もう言葉にならないぐらい感動したと言ってましたね、うん、でそういう自然が本当は文化の大事な遺産なんだろうなと、うんうん、いうのはその本土の文化財調査団の感想、復帰直後の感想を見てね、そういうのを思いましたですね、うんうん、もう時間がほとんどないんですけれども、はい、ちょっとだけ曲を、はい、カチンバデラックスでカーチーベイ、カチーベイ、沖縄手帳発行人の時間、そろそろお時間となってしまいました。来週はどんなテーマでしょうか。
7月の4日なんで、あのアメリカの独立記念日インディペンデントデーなんですけど、うんうん、それに触れながらまたあの来年の手帳の編集がまとまってきたんで、その話もしてみたいなと思ってます。はい、では楽しみにしています。あのまた来週もぜひお聞きください。この番組は後から YouTube でも見ることができます。よかったら見てみてください。お相手は、はい、手帳発行人の前城徳七、はい、アシスタントの与那覇仁と FM 技能はゆきでした。トアンシェ、またウィーチェーウガナビラ。沖縄手帳発行人の時間、この番組はマルマサ印刷の提供でお送りしました。